これを着てもらって、今日は街に二人で遊びに出かけましょう。ああ、見えてる見えてる。でもスースーしてます。やばい。やっほー、白猫みやこです。みやん。髪切りました。髪切ってる。短くなっちゃった。今日はみやこちゃんにじゃん、これを贈呈します。もう世の中はクリスマスな感じでしょ。もう見た目でわかりますね。これを着てもらって、今日は街に二人で遊びに出かけましょう。ええー、待って、でもどういうコスプレのスタイルかによるかも。あんま短かったらさ、外出れないよ。衝撃の事実言っていいですか？あのポンチョしか使ってない。あれ行かせようとしてる。マリッペがサイトで見たときはスカートもついてたんだけどな、あれ間違っちゃったかも。それともこうやって着るってことかな。こうこうやってダメだ、全部出ちゃう。楽しいまず着替えてみるね。これはマリッペ予想外すぎ。マリッペも予想外。試しにこれだけで生きるからちょっと頑張ってみるね。意外と無理かもしれない、もしかしたら上で着ますか。ああ見えてる見えてる。でしょ。なんか下はもし脱いだらもうやばいことになっちゃいます。下脱いだらやばいね。これだけでちょっと遊びに行きましょう。めっちゃわかりました。じゃあとりあえずサイルスな格好をセレクトして外に出たいと思います。では外でやりましょう。ユースにしてきて今めっちゃ寒いです。これほぼ下着って言えるのかわかんない。あらやばい、立ってますね。何がとは言わないです。今日はまあお買い物、美味しいパン屋さんがあるんでしょう。ありました。そちらのパン屋さんへ。今日みやこはサンタなんですけど、昨年マリッペにすごいコスをプレゼントしてもらったんで、入れたいと思います。やったー。もうね、耐えきれなくなったらすぐ帰るから。よし、行くぞ行くぞ。あーめっちゃ寒いかも。寒ぞー。でもちょっとドキドキして体温が上がりそうな。走るとめくれちゃうんでね。実はしかもちょっと下も実はなんですよ、ね、結構今スースーしてます。やばい。意外とさ、見てこないっていうみんなやばすぎて逆に。あ、見えちゃう見えちゃう。風か。美味しいパン屋さん見つけたので、早速お買い物に行きたいと思います。はい、じゃあみやこちゃんには、はい、何かちょっと恥ずかしいから遠目から見守ってて。ちょっと10円の釣り。じゃあこのねメロンパンを持って帰りたいと思います。はい、帰りましょう。もうみんなメロンパン見てくる。違うね、みやこちゃん見てるな。メロンパン見てくる。店員さんがさ、なんか普通にあ、いらっしゃいませみたいな一瞬言葉に間があったんだけど。この橋の上めっちゃ下がスースーします。風が来ますね。風が来てる。あ、そこにブランコがある。え、ここはブランコでも漕ぎますか。ブランコ乗って帰りましょう。公園に着きました。着きました。漕いちゃうぞ。もう寒くなくなりました。うん、なんかね、あったかい結構。じゃあ、でもさ絶対これ見えるよね。やばい、ちょっと今我に返った一瞬。公園といえばやっぱブランコをめっちゃギリギリまで高くこいでジャンプするみたいなのやってなかった、うん、
やってました。やってたよね。光にめっちゃ照らされちゃう。普通におじさんが座っててすごい見てるみたいな。めっちゃ目が合いました。合いました。一旦帰宅します。帰宅します。帰りましょう。はい、ちょっともうね、恥ずかしすぎて戻ってきちゃったんですけど、めっちゃクマみたい。クマっぽい。ちょっとね、今日クリスマスイブだと思うんですけど、結構チャンネル登録のクリスマスで50万人行きまして、皆さんにね、今プレゼント動画を配ってるので、ぜひ概要欄からツイッター見てくれたら嬉しいです。それでね、明日25日もこのダダーン、マリッペにね、1個ね、プレゼントで買ったの。お、かわいいやつ。サンタさん、はい。なんかちょっと明日細かいになって、明日はね、ついにみやこのあれを公開したいと思うので、明日の動画もお楽しみに。